お手紙。ガバ君は玄関の前に座っていました。カエル君がやってきて言いました。どうしたんだいガマガエル君、君悲しそうだね。うん、そうなんだ。今一日のうちの悲しい時なんだ。つまりお手紙を待つ時間なんだ。そうなるといつも僕とても不幸せな気持ちになるんだよ。そりゃどういうわけ？だって僕お手紙もらったことないんだもの。一度もかい？ああ一度も。誰も僕にお手紙なんかくれたことがないんだ。毎日僕の郵便受けは空っぽさ。手紙を待っている時が悲しいのはそのためなのさ。二人とも悲しい気分で玄関の前に腰を下ろしていました。するとカエル君が言いました。僕もう家帰らなくちゃ。ガバ君、しなくちゃいけないことがあるんだ。カエル君は大急ぎで家へ帰りました。鉛筆と紙を見つけました。紙に何か書きました。紙を封筒に入れました。封筒にこう書きました。ガマガエル君へ。カエル君は家から飛び出しました。知り合いのカタツムリに会いました。カタツムリ君、お願いだけどこの手紙をガマ君の家へ持って行って郵便受けに入れてきてくれないかい？任せてくれよ、すぐやるぜ。それからカエル君はガマ君の家へ戻りました。ガマ君はベッドでお昼寝をしていました。ガマ君、君起きてさ、お手紙が来るのをもうちょっと待ってみたらいいと思うな。嫌だよ、僕もう待っているの飽き飽きしたよ。カエル君は窓から覗きました。カタツムリはまだやってきません。カエル君、どうして君ずっと窓の外を見ているの？だって今僕手紙を待っているんだもの。でも来やしないよ。きっと来るよ、だって僕が君に手紙を出したんだもの。君が？手紙に何て書いたの？僕はこう書いたんだ。親愛なるガマガエル君、僕は君が僕の親友であることを嬉しく思っています。君の親友カエル。ああ、とてもいい手紙だ。それから二人は玄関に出て手紙の来るのを待っていました。二人ともとても幸せな気持ちでそこに座っていました。長いこと待っていました。4日経ってカタツムリがガマ君の家に着きました。そしてカエル君からの手紙をガマ君に渡しました。手紙をもらってガマ君はとても喜びました。おしまい。